まあまあ、もう卵は絶対やらないですよ。あ、やらないですか。まあ基本はやらないですね。それはなんで。まあ超単純な話、魚じゃないっていう。まあ確かに。まあそうだ、確かに。まあだからカルチャーを壊せるかじゃないですか。本当って何ですかって話になって、やっぱ流れ的に最後に穴子が出るっていう江戸前のカルチャーはもともとあるので、そこを壊すのはやっぱパイオニアしかいないから、今んとこそのパイオニアがいないんで穴子しか出てこない。ちょうだいよ。はいはい、どうぞお願いします。いやいやいや、じゃあ大将、大将、大将、あ、今日はすいません、皆さん遠いとこ一番遠い、じゃあ、再会もありながら、はい、初対面もありながらよろしくお願いします。よろしくお願いします。満を持しての遠藤さんです。いやいや、とんでもない。実家ね、多分11月ぐらい、10月、11月ぐらい無理やりスケジュール変えたよ。そうそうそう、断られたと思って。お願いします。大丈夫です、つったもん。それじゃあね、赤身とタコの煮付けですね。手前にある赤身とお塩で召し上がってください。美味しいタコね、結構色が火が入った色してますけど、みんなリアクションしないです。魚ないよ。だいたい藤本さん東京来るときいつもしけてるんですよ。そのせいにしない。本当にめちゃくちゃ優秀な気象予報士ですよね。しけの時だけ東京出てくる。これは長谷川さんの先輩特許だからね。で、美味しいお魚ないっていうの、それがあるわけないですよね。これね、一応愛媛とね、長井のタイとアジ、今日締めの今日なんで、まだアジも怒ってるかな、ちょうど多分状態的にベストコンディションの時間帯ですけど、これじゃあスッポンですね、骨がついておりますので気をつけて。これやったんですね、いい匂いを出してました。初、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 そこからすげえいい香り。山椒香り。はい、山椒香り。あ、それは使いましたけど、やっぱり音をついてあったら聞こえるんですよね。でも、一人だけすいません。営業です。はい、営業です。何でしたっけ。いろいろですよ、ありました。3日にの地元、茨城が岩手になっちゃった。今、2種類握りますんで、今、1貫目は小さいんですけど、これ岩手だなって言って、
で、あの後結構ね、地元の人で伊藤さん全然なまってないな、なまってないよって話してそういうあなたは言わせてるって感じで申し訳ないです申し訳ない あれをスムーズに見られた人は全部岩手の人ですよ。でも岩手ってどこから、まあ、岩手って言ってるなって岩手意外とその地方面白いですね。地方面白いですよ、本当に。またシンプルにカニシャベーション、はい、以上、今日はね、今日結構味の素を多めに入れてるからはい、お箸がはい、どうぞ、お前でしょ、あれ全部の養殖業全然いいこと言わないですよ前日締め切るタイはね、そう、前日締め、そうそう、でもね、前日締めで今日あの食感はね、昨日瀬戸内しか無理だね。ちなみに昨日嫁が締めて送ったやつです、ね、さっきの、はい、おとつい僕が取って、で仕込んどいて、で締めて送ってね、昨日から東京なんで範囲内で、はい、どうもちあの、いいじゃないですか本当はね、今日ね、あの琵琶湖も出したかったんですよ。そうやな。でもね、じゃあ早速ね、あのハプニングがあったんで、こっちは新宿で、新宿、まあでも、まあ、悪い答えじゃないんじゃないんですけどね。軽く取ってたので営業終わりカブトムシツアーが待っとって、ね、夏休みの夏休み熊本はいない。まあね、あごだしちょっとね、米粉、塩麹をあごだしで割ってね、すだち絞ってあポン酢だってなってるんで、なんか時間そんなうまくいかないんですけど、召し上がってください。はい、ね、超マニアックでしょ。うちはね、そこしか狙ってないから絶対一般の人はどう聞かせてるだろう。やったら分かるよ。回して、はい、これはね、今日夜市です。やっぱり夜市、はい、台湾なんで、はい、はい、乾燥マンゴーなんでちょっとね、産地の違いのめちゃめちゃ違います。そうだ、ね、動画使いづらいタイプです、ね、あのね、マンゴーね、産卵前だとオレンジ色なんですよね。で、産卵初期になってくるとね、そういうなんかちょっと黄色みがかかってくるんで、寝かしてるからとか、そういうあれ、いや、もう色はね、完全にあの卵の産卵前か後かの違いですね、基本は。熟成熟具合の違い、うん、でも、基本的だから黄色いのでかいのってあんま見たことないです。ほぼなんか立派なサイズって大体オレンジ色か、もっと、まあ、茶色までいかないですけど。どっちが卵感きついんですか、食べてみろですね。はい、なんかね、オレンジって黄色っぽい方がよりこう粒々感が、うん、粒の大きさが違うね。うん、確実にもう完全に大きくなってきてるのがよく分かったの、食べ比べると。多分ね、カラスミ食べ比べってないと思うんですよ。ないですね。これでね、もう騙されないんで大丈夫です、外行った時これお酒使ってないんですか。いや、そうだ、僕ね、なんかカラスミに酒使うのあんまり得意じゃないというか、ふわっと来ないですね。うん、なんか白飯でもいけちゃうぐらいが夏としては理想です。まあ僕は好きだね。お酒飲む人目線では物足りないですか、どうでしょう。いや、そんなことないですか。結構、どうだろう、塩味はかなり、うちはもう抑えてますよね。はい、かなり全体的にナチュラルメイクが続きます。これで冷蔵保存できるの。全然いきますよ、はい、今日はね、ナタデココ、うん、使える音源がないね、今日。そうですね本当ですか明治のね、炙りですね、お醤油で召し上がってください。多分ね、マグロの皮って食ったことないと思うんで、これはなんかこう、明治のうちじゃないとあんまね、食えないと思うんで。これ皮なんですね。それはね、そう、皮で、鱗の下ね、まあ、皮目結構明治のうちは薄くて焼き切れるんで。包丁入れてますよね、これ。そうですね、はい、包丁で切れ目入れて、多少はやっぱ
油出したらいないけど。魚全般的に幼魚で香りあるのはほぼいない。じゃあだからこれ油っていうか身質と油を楽しむ感じなんですか。そうですね、もう味は絶対的に、まあ、マグロの方が、マグロっていうか制御の方が絶対あるんで、しかも多分マグロはでかければでかい方が、まあ、僕は美味しいかなと思ってるから、まあもちろん大きさね100キロ、そこ分かりますよね。まあ本当分かります。でよくねマグロは山行さんですかって言われるんですけど、これ食って、あ、山行さんのマグロだって僕たち絶対分かんないですね。だって競ってるマグロ一緒なんですもん。そそうです、どこ引っ張っていくかだけなんです。ただそれぞれの仲買さんで好みはありますもんね。石地さんとか市長さんとか藤田さんの好みのマグロはあるんで、まあそこ分かったらもしかしたら山行さんかもなとかはあるかもしれない。それ分かる人間って一般の多分食べ、まあ多分無理、もう業界っていうか市場行ってる人じゃないと無理かなと思いますね。あとはあの中条さんの、はいはい、中条さん石地ですもんね。うちはあれだ、もともと石地だから赤身ですね。そうですよずっとこの感じでいくんですか今日大体ね、うちこの感じですけど、ね、3巻ぐらい使えるやつを心の声が動かしてないじゃん今日はね、鴨川、銚子と鴨川と勝浦と、まあ外房もう一個産地あったかな、確か。だいたい、なんでなんですかね、銚子ってでかいのないですよね。見たことないです。1.2 とかで頑張って。なんでやろうね。まあ油ありますけどね。もちろん。赤身ですね。ありがとうございます。戻った。これが赤身ですね。よくね、そういう人だったんだなって思ってます。あのね、藤本さんとかは本当に、素でいけるメンバーの時だけです、このトーンは。これでも、世界中に引っかかるよ、これが。あ、エピスメントってこういう店だなって世界に忖度ない人は大丈夫ですよ。BGM だから。わかりますよね、大体。太平洋側ですよね、これ。絶対太平洋側です、はい、どうぞ、キムですねこれが当たり、当たりだといいですね、個体差があるので昨日ゴリコさんで、うちの食べて僕だけ外れ引きましたやっぱり黒いのって違う。いや、なんか紐が苦いやつがは甘みも香りもあんまり。ん？この遠藤さんの握るフォルムがもう他では見ることがないフォルムなんで。なんか後輩が用意をしてます。いやでもね、これはね、本当お寿司屋さんあるあるで、大体ね赤がこっちに切れ込み入れてこっちに握るんですよ、上にして。でもあれがなんか僕よく分かんなくて、絶対こう反りますもんね、赤貝って。これ絶対こう反るんで、僕はなんかこっち側を上にするんですよね。こうやってその方が絶対シェイプが綺麗だなってずっと思ってて、この形が麻薬はないって言ってる。瀬戸内ならでは、ね、昆布締め感なんで香りは薄いですけど、効果はすごいですね。こっちまで昆布っぽくなるの愛媛しかない。大分とか 4,5 日したらもっと甘くなるんですか。なりますね。水分もうちょっと抜けて、ここはなんかぜひ父さんに入れてほしいですけど、これね、湯の香っていう結構若手の仲買さんなんですよ。まあ、
湯の香、湯の香、そうですね。あんまなんかどこ使ってるか勝手に言ったらなんか、まあ、あれなんであれですけど、産地と漁法当てくるだから了解です。当然生です。これ、はい、食べてみて。それも含めて分かった。これはいや、これこれ分かったら今日終わるよ。いや、これは難しいです。太平洋側だと思う。日本海側だと思う。日本海側だと思う。日本海側だと思う。ってことはもう漁法かなり絞れるの。定置しかないもんね。今取れてるやつだったら山口。全部違う。仙崎じゃないんだよ。と自分も思うんですけど、なんで冷凍なんじゃないかな。冷凍。冷凍だったらどう。そこまではわからないです。イカですね。どうぞ。これね、今日ね、瓶前の釣りっす。イワシ臭がなかったら基本的に太平洋側じゃないんです、大体。例えば大間の釣りって言っても漁師さん200人いるんで、これ今日大間の釣りっぽいなっていうのは僕もよくわかんないです。まあピンキーでしょうね。ピンキーだって愛媛だって藤本さん締めた鯛もあれば市場に出てる鯛もあるんで、どっちもでも愛媛産地の辺言ったら、でもなんかなんとなく瀬戸内っぽい鯛だなっていうのは絶対わかる。なんか柵ごと寝かせた感じですか。寝かしたというか、置いといたから、置いとくと、多分中の色がちょっと変わるのが、多分塊で寝かせたんじゃみたいな、柵ごと、結構な間、氷で眠らせたタイプです。そう、まさにそう。さすが。いえ、いえ、とんないです。早くどっから行くのかな。自分は小鶴さんっていう、もううちの師匠がその小鶴さんっていうところで今ずっとお世話になってるんで、そういう意味では優先順位が、自分はずっと私は10代の頃から山焼き、普通はもう山焼きさんだったんですけど、まあ代替わりもしたっていうのもありまして、自分自身はうちの師匠が同じマグロを、まあ、そこで小鶴さんで買ってる以上買えるわけにいかない、まあ、買えることも全然しても、そういうふうには言われてるんですけど、なんかこう修行時代から親方と同じマグロを使うっていうちょっとしたロマンがあるんですよ。親方が1番買って、自分が2番を買って、このマグロがどうだったっていう話ができるのが、なんかこう師弟関係として真面目だね。それは本当にいい関係で修行先を上がられたからこそ、なんかできるやり取りかなっていうので、マグロはね信頼感。いや、なるほどね。体付き合ってれば付き合ってるほどやっぱり信頼感。最初知らないから、あの どうしても地方でやってる人、仕入れの値段とか、やっぱりマグロ、まあ、今日と明日では値段も変わるから、できれば抑えたくて仕入れたくて考えたけど、マグロ注文するわけですよ。してそろそろっていうことで向こうから電話かかって、伊藤さんマグロ入りましたけどって時に、やっぱり今日いくらですかって聞く、聞いちゃうんですよね。で、自分の想像してるより高い時と自分のイメージと合った時があって、高いと申し訳ない、ちょっと今日じゃなくて明日にしてもいいですかっていうような感じでやったことあるんだけど、そういう感覚でやっぱり抑えて仕入れたけど、向こうからすると注文されたのにキャンセルされるわけだから、小魚だったらば普通に回されたりやられてても、塊が何十万って言ってたやつをキャンセルするわけだから、大変なことですよね。で最初も分かんなくてやって、でいろいろやっぱそっか言われた部分は全然ちょっと商売始めても分かんなくて、って結構話しましたよ、いろんなこと、うん、で向こうはこう言ったから自分はこう言って終わって、自分の考えとかもいろいろたくさん食べて、でやっぱりそういうふうにしてやっぱ付き合ってくる。藤本さんと結構喋りましたよね、うん、最初1時間とか2時間の電話ザラーやったんです。今でこそもう
ありますよ、オッケーみたいな、うん、でも伊藤さん結構こう電話まめにかけてくれるタイプなんで、あの魚ずっと送ってなかったら月1ぐらいはどうなんですか、なんか上がってますかって連絡くれるって、やっぱり取れたら、あじゃあ伊藤さん待ってくれとるかってなるよね、出す側として。例えば自分のやつと今メールとかやるから簡単に LINE とかでできるけども、いかにやっぱ自分もやっぱりアピールしておかないと、パッといいものがいいマグロです、いい魚ですよね、伊藤さんに電話しようかなっていう風なところにやっぱりいないと、あまりにも病気病気ですけど、あの待っててねって真に受けて、おとなしく待ってるお客さんよりやっぱり欲しい欲しいよってアピールしてる方がいい球は来やすいのは間違いないと思います。そういうことですね。あのいい本当にいい時もそうでない時も、例えば魚がねどうしても売れ残っちゃったけど、じゃあうち買うよとかするけども、値段が高くてもあの今日やめるじゃなくて、それでも買うよっていうふうにしていかないと、やっぱりあの、ね、魚がない時でも今日取っていたよじゃないけど、そういうにしていきたいなと思って。お互い様だからか、ね、そうですね、お互い様って。だから大学も若いけども、そういう付き合いがやっぱり情熱はずっと上がっていて、信頼関係とか苦しい時もそうでない時もあるんじゃないかな。アオリイカですね。これ串本？これ串本ですね、今日。若いな。まあ正直産地ナンバーワンさ。ちょっとやっぱあのね、若干香りとあの味が弱かったんで、まあお寿司が一番正直ベストでしたね。なんか全部中トロみたいな味しますよね、串本の魚って。魚種に関わらず甘いのサーラーにしてる、なんか油乗っててそこそこ味あるっていう、もうほんとベストの、あとは神経締めしてくれる人がいたら最高なんですけど、うん、すいません、ありがとうございます、はい、いつも忘れてた、はい、あの奥にちょっと彼がお茶出したそうやつ、失礼します、すいません、失礼します、どうぞ。あ、そうなの、僕も知らなかった、はい、だってね、はい、どんなかき氷なんですか、お客さんからしたら適当なやつって怒られそうなんだけど、ちょっと違う、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 これですか、うん、これは土鍋で焼いたと最後、炭で炙ってもらう、日曜日、これ満席以上になってんね、シャリね、炊いた時のそういう時に限って集まったりする、ちょっと薄いよ、シャリをね、炊いた時の、大体あれですか、シャリのおこげって捨てるんですか、まかないまかないする、うん、まあでもまかないにも限界、食うの限界ありますよね、行けて月1回まかないで食うのは厳しいですね、正直捨てざるを得ない、まあまあ、まあこれ再利用できたらめちゃくちゃいいと思いますけど、うん、まあね、でも握りにこう小切り出るわけにいかないし、まかないで毎日食うわけにもいかないんで、なんか一品としてでも今みたいにあげるのいいじゃないですか、まあそうですね、なんかあの出せればいいですけども、なんか脂の乗ったネタの後に食感だけでも出せればいいですけど、香ばしさとか含めて、まあでもね、正直あの釜電気だと百発百中ですけど、土鍋だと失敗した時もあるんで、焦げ具合が出せない時も正直ね、やっぱあるんでね、今日は無事出せてよかったですけど
前の日にメールで予約入ってるんですねみたいな来たことあったけど、かぶってたら入ってたし、時期的にでも穴もないんで、今穴も出すんだったらこっちの方が100倍です、うんうん、確かに最後のうなぎ出るとこないですもんね、うん、穴もに関しては旬を尊重できないです多分、したら年間出せないです、マグロも、うん、カルチャーを取るか、うん、味を取るか、はい、まあこれが例えば4月アナゴダメじゃないですか、うん、僕は旬を尊重しますと、アナゴ出せないんで、まあ、アナゴに代わる何かがあればいいですけど、締め物として、やっぱ流れ的に最後にアナゴが出るっていう江戸前のカルチャーはもともとあるので、そこを壊すのはやっぱパイオニアしかいないと思います、うん、今のところそのパイオニアがいないんで、アナゴしか出てこない、うん、パイオニアだからいつでも言うとあれなんですか、うなぎなんですか、そう、このね、あの穴子がダメな時期にうちはうなぎ使ってますね、最後です、まあ生もんの穴子出せれば100パーこっちもいいんで、それはまだ、それだとよっぽど遠藤君の方が江戸前ってことだろ、そう、まあ、まあ、江戸前って言うと難しいですけど、そう、まあ、そうですね、そういう考え方的には、うん、それでももう海外が結論出してますから、絶対一緒の時期に取って夏は取らない以上、それができないのが日本のガチガチの事件で、別にマグロは食わなくてもいいですけど、まあまあそうですね、もちろん、あとは出さなかった時に本人がどう哲学を、ね、表現できるか、それしか出さなくても納得できるぐらい、お客さん的にはどうなんだろうね、その、そういうのが分かってる人は多分、ああなるほどっていうのはあるやろう、後からあの店マグロも出なかったよって言われちゃうんですよ、あの値段取ってるのにマグロ出ねえ、まあだからカルチャーを壊せるかじゃないですか、例えば和食で、和食に限らずフレンチでデザート出てこなかったりとか、アミューズ出てこないとかなった時に、なんかグランメゾンを語れるかって言ったら、いや、でも卵はぶっ壊したよ、まあまあ、もう卵は絶対やらないですよ、あ、やらないですか、まあ基本はやらないですね、それはなんで、まあ超単純な話、あの魚じゃないっていう、まあ確かに、まあそうだ、確かに、鳥というか、エビは入ってるけど、うん、あれね、なんで卵を江戸前の定番なのかっていうのをそんなに議論して、でまあ、冷蔵庫なかったから、保存性が高い仕事ばっかだったので、まあ、マグロでいけるし、サバコ肌締めるし、卵冷えるから日持ちするってことと、あのおけ盛りの文化があったりとかした時代は、やっぱね、魚って白か赤しかないんで。いくらウニ、卵がないと彩り作れないって、まあ要はインスタ映えですよね、江戸時代の、よくデザート代わりって言うんですけど、デザートって言葉も、うん、絶対明治以降の、まあ、カタカナは全部明治以降の言葉なんで、そういうのだからやめちゃったんで、トロタケですね、海苔は焼きです、もうこれもなんか巻きそう使わないっていう、しっぽりも食べるからね、ずっと削ってる、なんでそっちも海苔パリパリなんで、あのもっとそういうやつだから、まあ、こうしない、そうですね、あのもうほんとコンビニのおにぎりと一緒に、多分昼間は多分剥がしてパリパリとか、あらかじめ巻かれてるのが好きだと思う、臭くないあれ、巻きそうするとどうなるんですか、あれは正直、まあ、持ち帰り用というか、それこそね、お米ってこのままだと乾燥していくんで、海苔で巻いて乾燥しないっていうのは、もっと持ち帰りのためですよね、うん、いやその場で食べるんだったらこっちの方がいいです、僕は、はい、巻きそうに巻く意味がないかなと思ってる、うん、でも確かにそうですよね、言われてる目は
で、それ考えないで親方が言われたことをそのままやる人もいるじゃないですか。そうですね。まあなんかなんでそうなのってことを考えずにやるから、まあ偉いなと思いました今。まあ上からですもん。いやいや、とんでもない。結果ね、僕は追い出されたな。いいじゃないですか。自分のことそう、ロックでいいじゃないですか。ロックで、ね。とりあえず何でも疑ってみる。大事なことですね。俺もあるよ。無症状。昔、あのやっぱりなんでそうなんですかって言って。伝統って何ですかって話になって伝統仕事で確かにそういう理由があって受け継がれてるやつももちろんあるし、ただ意味もなくそのやるっていう風習だけ残ってるのも量もめっちゃあるんで、素潜りの人とかその同じだけの量の資源管理のために漁獲圧が低い量をするんだから時間決めるか量決めるかしてボンベで取った方がはるかにこう手で取るから傷もつかんしクオリティも高いし選べるんですよ。でやれたらあとするやつ多いじゃないですか。1時間で5万円稼げるやつやるけどわざわざ取れない方法をね、まあ、そういう伝統だと言われればそう思うんだけど伝統で都合のいい言葉ですよ。その結果その伝統がなくなるんやったら、うん、漁業っていう伝統を守る方がいいじゃないですか。そうですよね。Hello, hello, hello, Leah. I was lost inside of me.